クロンダラスクールはアメリカ・ミシガン州アナーバーにある私立学校。1969年にフリースクール運動を指導するパットモンゴメリーとジム・モンゴメリーにより創立された。当初は個人の家を開放した保育園としてスタートした。今では通常のキャンパスの他にホームスクーリングを支援する遠隔地教育という2つの教育活動を 並行して行っている。この学校は、国際、地域横断認証コミッション、ザ・コミッション・オン・インターナショナル・アンド・トランス、リージョナル・アクレディテーション、略称シータと北米中央連盟、ノース・セントラル・アソシエーション、略称 NCA 歌詞からの認証を受けている。この学校は、1979年から自宅を、基本の場所にした教育、つまり、 学校に行かず、家で勉強する、ホームスクーリングを選択した子どもたちの教育的支援を行うアンブレラスクールとなっている。ホームスクーリングの中でも、規制の教育プログラムの押し付けではなく、子どもたちが自分で学習計画を作り、大人はそれを指導、助言するというアンスクーリングの形態をとっている。この学校には二つの柱があり、アナーバー近辺の五歳から十八歳くらいの、 子供たちが通学するコースと、この学校に席を置くが、通信教育で自宅学習するコースである。校舎に属する児童、生徒の国籍は世界20カ国にわたっており、不登校児など日本の子供たちも多く在籍している。現在、日本語に対応できるスタッフはいません。ありがとうございます。